はい、どうも、ユッキーの男酒場放浪記、今回は、足立区の綾瀬駅にある東、綾瀬公園というところがあるんですけども、そちらで、あさってまでやってるということなんで、はい、地酒があるということで、ね、ちょっとね、いろいろあるんですよ。ほら、すごいでしょ。広島焼き、ドラちゃんカステラ、食い物だけじゃないです。まあ、祭りみたいなもんですね、これね。射的とか、金魚すくい、違うな、ぷよぷよすくいなんてのもありますね。ぷよぷよすくい、キャラクター釣りとか、あと射的みたいなのもあるんですけど、まあ俺はそれちょっと、そんなに金を使ってるほど暇じゃないんだよ。酒だ、酒。酒だよ、酒。とりあえず日本酒と芋焼酎と麦焼酎とかそこら辺があるらしいんで、とりあえず日本酒いただこうかな。綿菓子、おむそば、たこ焼き、沖縄ドーナツ、あ、草屋なんてのあるらしいですね。うわ、草屋食ったことねえな。草屋、八丈島の室味だって。はあ。あ、もつ煮なんてのありますよ。俺は基本的につまみは飲まないんで。芋。ここは芋焼酎と麦焼酎だけですか？あ、そうですね。日本酒で、一番なんか辛口っていうのはありますか？これは日本酒は、東京の青、あはははは。貧困派。なるほど、こちらのツイッターなんですけど、今ちょっと動画撮ってまして、それはYouTube の方に、このツイッターの、この映像とかって、これ僕酒の、飲酒動画的なやつはアップしてるんですけど、YouTube で。ですかね。ちょっと、ここだけ、この Twitter のここだけちょっと映させてもらっていいですか？じゃあちょっと、下がってもらって。東京地酒 Twitter、@東京地酒で、開催日時随時、更新中ですって書いてあります。あさってまで、やってるということですよね。あさってまでね。あ、はい、わかりました。どうしようかな。こっちは期間限定なんですね。ここら辺の中では一番辛口っていうのはどれですか？これ。じゃあ、こちらと、先ほど言った、一番辛いのこの大辛口を一杯ずついただきます。東京の期間限定。ちょっとすいません。こうなっております。製造者、沢野井の純米大辛口となっております。はい。1250円。はい。1円で。はい。750円。領収書か何かありますか？レシート的ななんかこう、あ、ないですか？あ、わかりました。いいです。あ、いやあ、すみません。入ってました。すみません。わかりました。どうぞ。ちょっとすいません。ちょっとこぼれるかもしれない。この赤い方が、純米酒で、こっちが、大辛口となってます。いただきます。かなりあれだな、寒い。かなりですね、こっちの大辛口の方がほとんど水です。ほぼ水ですね。水だな。飲みやすすぎて、ほぼほぼ癖が非常に少ない。まあちょっと辛口って言われると、まあ辛いんですけれども、これ辛いというか、風味が非常に少ない。非常に少ないですね。ちょっとイカの塩から購入しました。350円です。角っこに来ました。イカの塩辛が、手作りらしいです。これなんだ？新手作り、イカ塩辛。イカとイカの感動と食塩で作られているとなっております。よいしょ。とりあえずお客さん映さないようにということで言われてるんで、ちょっとね。まあ、今日も、ちなみに、ドラクエウォークです。ドラクエウォークでこちらに来ました。それではイカの塩辛いただこうかな。七味唐辛子があるんですけど、イカの塩辛にちょっとかけたいんだが、個人的には、普通の一味唐辛子がいい。いただきます。あ、濃厚。あ、これ美味しいわ。これ俺よくローソンストア100の100円で買う塩辛と比べると圧倒的にうまいね、これ。すっごい手がめっちゃ赤くなってる。寒すぎて。で、こっちがさっき飲んだ、大辛口。こっちが生原酒ですね。いや、玄米酒だったっけ。いただきます。こっちはもう生原酒というか、純米酒の生原酒っぽい。かなりパンチがあるタイプです。これは、こっちの方がやっぱ全然辛いです。こっちはね、大辛口って書いてあるんですけど、俺ほとんど新潟の日本酒で、まあ、新潟人なんで一応ね、日本酒はいろいろ飲んできてますけども、これが辛口ってなると、これはちょっと風味がなさすぎる。辛口っていうくくりなのかって言われると、だから、星の完売みたいな感じですね。ほとんど水みたいな感じなんです。水。水です。で、星の完売は、スルッと飲めるんですけど、そういう意味で、まあ、水なんですよ。で、こっちは単純に薄い。多分これ水で割ったのかなっていうレベルなんです。俺の中だと。おかしいな。これがアルコール度数。いや、これはちょっと、ないな。これ全然ダメですね。そもそも、アルコール度数自体、ほぼほぼ感じないです。これ本当に水で割ったんちゃうかな？違うか。まあ、水で割ってたらもう確実にアウトですけど。これは、絶対飲まないね。で、あと、八丈島の芋焼酎とか、麦焼酎、ここら辺も興味のある。特にやっぱり、麦焼酎はあれば、いいと思います。いらん。風味が弱いんで、どうせ。まあでも、やっぱ、ほとんどこれ日本酒用の水で1対1で割ったような感じの風味です。これちょっとないですね。こっちは全然美味しいです。他の塩辛をすごいかなりしょっぱいんですけど、かなり噛み応えが非常に、噛んでも噛んでも残るな、この筋が。ガムだね。あ、こっちはうまいわ。普通にうまい。うまいんだけど、別にだから、東京の、独特さがあるか、じゃあ新潟のと、じゃあどう違うかって言われると、大して変わらないですね。少なくとも、新潟の方が絶対、500万石とか、山田錦とか、まあ、米のあれですから、なんだけれども、びっくりした。こっちは全然美味しい。こっちは薄すぎてこれ、絶対に買わない。ほとんどこれ水だよ、これ。こっちは普通に美味しい。問題なし。新潟の、日本酒の生原酒とかと、これ純米酒。多分。これ、一味唐辛子ちょっとかけよう。こっちはね、だからね、アルコール度数自体がね、すごい少ない気がする。後でそこら辺調べてみましょう。でもこっちは美味しいですね。ああ、美味しい。普通にうまいね。あ、うまいわ。これちょっとこの後YouTube で、ライブ配信しましょう、これ。やっぱこっちは本当にアルコール臭っていうか、アルコールの刺激すらないんで、ほとんど。普通日本酒といったら大体15度ぐらい。度数があるじゃないですか。まあ、ねえ、多分10度ぐらいじゃないか、これ。これ、おかしいな。こんなに、アルコール臭がまるでないな。だから腰の看板は2分の2、1対1で水で割ったような感じです。だから、アルコールの風味もしなければ、米の風味もしない。だから、口に刺激がほぼない。おかしいな。これはちょっと疑問だね。ということで、こちら、あさってまでやってる。あさってって、いつだ？1月の19日まで開催しているということなので、ちなみに開催時間が、確か10時ぐらいから、ラストオーダーが確か7時半ぐらいなんで、夜の、ということです。足立区の綾瀬駅の、すぐ、北口の、すぐ、近くに公園っていうかでかい広場みたいなのがあるんだけど、そこですね。それでは皆さん、バイビー、あ、これ一つ星。こっちは、まあ、簡単にちょっとね、説明するとね、これは一つ星。これ絶対買わない。こっちは、まあ普通の純米酒。まあ三つ星ぐらいにしときます。あ、わかりました。どうもありがとうございます。ラストオーダーが、19時40分ということになってます。今が、19時35分ですので、ちょっと待てよ。芋焼酎ちょっと飲みてえな。ちょっと待った。芋焼酎。あ、熱燗のみ。これ芋焼酎でなんかおすすめあります？江戸中が芋から八丈で作ってるのでおすすめです、ね。あ、八丈島。はい。これも全部は八丈島で。これが青ヶ島。あ、これが青ヶ島。八丈島と青ヶ島ってどう違うんですかね。場所的な意味でどっちに先どっちですか。八丈のが東京よりあでそれよりか南が青ヶ島。じゃあ。こっちと、この島流し。これアルコール度数35度で、こっちも鬼殺し、芋の35度ですよね。これどっちが、個人的にはおすすめですか？あ、島流しです。あ、島流し。じゃあこちら、いただきます。水割りお湯割りロックあります。ストレートで。はい。600円です。500円のお返しありがとうございます。島流し、こうなってます。はい。芋のアルコール度数 35%。あ、別にです。いえ。ということで芋焼酎、購入いたしました。これアルコール35度なんで、八丈島の、先ほどなんか人違いされまして、俺多分、友達も知り合いもここに足立区に存在しませんので。まあいいや、いただきます。これストレートですね。ロックと水割りとかってあったらしいんですけど、まあストレート普通。いただきます。てかそもそも、これ芋焼酎で 35% ってそもそも俺飲んだことねえや。芋焼酎って基本25度じゃないですか。あ、これすごいな。そもそも東京都に八丈島っていうのが、あること自体、個人的に新潟に住んでたのでさっぱりわからなかったんですよ。うん。で、青島っていうのがさらにその南らしいです。つまり、八丈島の方が北にあって、青ヶ島だっけ？鬼ヶ島みたいな。青ヶ島っていうところが、南にある。で、東京都で、八丈島って、まあ、確かに、いや、聞いたことはあるんですよ。ただ、青ヶ島なんで聞いたことないんですよね。うん。あ、でもこれすごいな。あ、これ。これはすごいわ。あ、これすごいな。いや、芋焼酎ってだけで、35度って普通に35度ぐらいだったら別に普通にウイスキーのストレートで40度ですから、何の問題もなく飲めるんですけど、これね、全然違います。一般的に芋焼酎ってほら、鹿児島とかの、九州じゃないですか。でも九州でもそもそも35度の、芋焼酎なんてほぼ売ってないです。参ったな。これいくらだったっけ？これ600円ぐらいだったっけ？これ、手痛い出費だな。2000円ぐらい。でも2000円ぐらいになってるわ。やべえな。これ一回飲み始めるともう大体止まらねえから。あ、これすごいわ。今まで風味、この風味は感じたことないです。芋焼酎で。これは全然違いますね。風味が。芋の風味が鹿児島のやつ、いや、九州のやつと全然違います。いや、全然っていうか難しいな、これな、表現。なんだろうな、この感じ。わかんねえ。なんだろうな。なんか全然違う。全然違うとしか言えない。だからアルコール度数とかの問題じゃなくてさ、問題じゃなくて、全然違う。そもそも。だから単純にアルコール度数が10% 上だっていう、だけじゃなくて、味自体がそもそも別物ですね。うん。なんだろう、これは難しい。芋焼酎でこんな風味はない。味わったことないです。不明です。ここは後で調べましょう。なんか、多分原材料とかおそらく何かの芋が違う。一般的にだから、鹿児島とか、九州とかの霧島、黒霧島とかあるじゃないですか。あれで言ったら、あれで言ったら、もうあらかただから芋焼酎なんて大体飲み尽くしてんだけど、こんな風味は出会ったことないです。だから一般的に黄金千貫とかさ、ね、黒霧島とかさ、ね、あるじゃないですか。黄金千貫とか、あと赤霧だったら紅なんとかとか、品種。多分これ全然違いますね、これ。芋の品種自体確実に違う。それは当たり前か。だって八丈島ってあれ、鹿児島って一番南のあれだよね。九州の南だよね。沖縄の、どっか八丈島って南にあるんじゃないの？わかんないけど。わかんないけどさ。うわ、これすごいな。全然違うわ。これ驚いた。これ衝撃。これ個人的衝撃です。これ買いですね、これ。これ買いです。ただアルコール度数が、35度高いんで、10% をちょっと、調節すれば、ちょっと水で、ミネラルウォーターとかで調節すれば、多分全然、調節しても多分絶対変わるんですよ。全然違うんですよ、これ、味が。いや、これすごいな。これ一番の収穫これです。これは、まずい。買わない。これ一つ星、これ三つ星、これは、新たな発見なんで、五つ星。うん。そうですね、こっちは普通に新潟のと全く変わらない。ので、ぶっちゃけもう普通の純米酒。という感じなんで、もう平凡なんですよ。平凡。こっちはもう劣化。これダメですね、これ。もうただの水割りの日本酒です。はい、ということで皆さん、お疲れ様でした。今から YouTube に生放送やります。はい、どうもゆっきーです。綾瀬駅の、はい、どうも、ゆっきーです。こちら、と、こちら、はい。綾瀬駅、足立区の綾瀬駅、東京都足立区の綾瀬駅に、のベンチというか、椅子ですかね、これね、ベンチっていうんですか、こちらにこれが捨てられておりました。俺は許せないんです。こういった類の、ものは、うわ、真っ赤じゃねえか、俺。あれ、おかしいな。なんかすげえ、カメラ越しにするとすっげえ真っ赤っかなんだけど、そんなに真っ赤でもないんだよ。まあ非常に冷え性なんで、もう腕が動かないんです、腕が動かないんですよね。あまりにも寒くてですね、冷え性。おう、犬くんです。アシスタントふざけんなよ、ボケが。Google アシスタントマジふざけんなよ、本当に。勝手に起動してやろうな、こいつは、マジ。ぶち殺すな、ほんとに。でね、これ燃えるゴミにこれ、ほいっと。捨ててだね。捨ててだね。で、燃えるゴミと燃えないゴミでも、捨てて、あれあ、もう。あ、こんな感じ、あ、これは、これ燃えるのか、これ。これ燃えるのこれ。すいません、これって燃えるゴミですかね。あ、こちらでお預かりします。ああ、そうですか。あ、すいません、ありがとうございます。ペットボトルって燃えるゴミなんだっけ